こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、私はですね、ステレオタイプのアラフォーでございます。小学校、中学校と将来はいい大学に入って、そしていい会社に入るんだよと、よらば胎児の影だよと言われて、みんなと同じようにするんだよと、みんなができてるのになんでできないのって言われながら、みんなと同じように、そして目立たなく、目立たずやってきました。なんかね、突飛なことをするのっていうのはね、やっぱりね、一定の怖さがありましたね。そして20代になり、30代になり、40代になるまで、本当にですね、みんなと同じようにするにはどうすればいいかって、そればっかり考えてきましたね。なるべく目立たずに、なるべく騒がずに、そんな感じでございます。でも40過ぎて YouTube ってものに出会ってね、そしてインターネットを使ったビジネスってものに出会って、まずこれやってみようかなと思ったわけなんですよ。もちろん他にやってる人はほとんどいませんでした。特に私の周りにはいませんでした。だから教わる人もいなければ褒めてくれる人もいません。とりあえずやってみました。やったらどうなるかって言ったら、麻雀っての親父がですよ、インターネットやるわけですよ、 YouTube やるわけですよ、ニコ生やるわけですよ。気持ち悪いですね。ね、パソコンこれですよ。何なんでしょうね、道を外れてみたら、そこには花が咲いていたんですよね。私が今までずっと歩いてきた道には花は咲いてなかった。みんなができることを自分もできたから、代わりがいくらでもいたんですよね。だからお前じゃなくてもいいじゃんってことをずっとやってました。でも今は少なからず YouTube で発信することによって、私の独特の人生が始まったんではないかなと思うんですよ。だって多くの方 YouTube してないと思うんですよ。特にこんなにね、何千本も何万本も数限りなく YouTube を毎日量産するってことやってないと思うんですよ。異常ですよね、突飛ですよね。まあだから異常で突飛な人生がそこには開けるのかなと、まさに花が咲いていたのかなと思うんですよ。吉谷さんもちょっと変わってましたね、人生ね。だって YouTube やるときに再生数上げたいじゃないですか、チャンネル登録増やしたいじゃないですか。でもそんなこと全くこだわらずに、自分の好きなようにやって、自分を好きな人と付き合って、それで今に至るというね、まさに人生そのものですよね。なんかね、やっぱりね、吉谷さんが私を見て変化をずっとね見ているのと同じように、私も吉谷さんの変化を見ていて非常に面白いなと思いましたね。このコンビっていうのはなかなかないでしょうね、この界隈やってても、まあ、まさにね、気が合うってところなんですよ。で、多くの方はビジネスに対しても恋愛に対しても、そういったね、ライバルとか友人に対しても気が合うってことがなかなか見つけられないんじゃないかなと思いますよね。私は見つけられたんでラッキーでした。ってことでございます。気の合う仲間見つけてみよう。いってらっしゃい。